ございます。本日の閣議におきまして、土地改良法等の一部を改正する法律案、農村地域公共等導入促進法の一部を改正する法律案、農林物資の非核化等に関する法律、及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案、以上の3法案が閣議決定いたしましたされました。土地改良法等の一部を改正する法律案は、農地の利用集積の促進等を図るため、農地中間管理機構が借り入れた農地を対象とする新たな事業等を創設するものでございます。農地や農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案は、農村地域の就業の場を確保するため、農村地域への導入促進の対象となる産業の業種の拡大等を図るものでございます。農林物資の非核化等に関する法律等の一部を改正する法律案は、農林水産業の国際競争力の強化を図るため、日本農林規格、いわゆるJAS規格につきまして、現行の品質の規格に加え、農林物資の取り扱い方法や試験方法の規格を制定することができるようにするものでございます。農林水産省といたしましては、これらの法律案により、農地の利用の集積、農業構造の改善、農林水産物の輸出がさらに促進されるものと考えておりまして、今国会で成立できるよう、速やかなご審議をお願いしたいというように考えております。自衛全労が改革の原案を関係者に示しました。医療の銘柄を400から10程度に絞り込んでコスト削減を進めるなどしておりますが、大臣はこうした改革内容をどのように受け止めていらっしゃいますか。全労が昨年11月に決定されました農業競争力強化プログラムで求められております年次計画、これにつきまして現在、内部検討中の原案に関する報道があったというように承知しております。全農の年次計画につきましては、現在、系統内部で検討中でありますことから、最終案ができるまで政府としてのコメントは、今のところ差し控えたいというように思っております。いずれにいたしましても、全農におかれましては、農業者の立場に立つことが明らかなスキームであり、かつ目標を確実に達成できるような具体性を持つスキームであることを明確にしていただいた上で、数値目標を立てて着実に改革を実行いただき、組合員や国民から評価される自己改革というものを進めていただきたいというように考えるところでございます。大臣は以前の会見で、全農に対して意欲的な年次計画を立てることを求めていらっしゃいます。意欲的という表現をされているんですけれども、特にどのような観点を意識されて意欲的な計画を求められているでしょうか。農業者の皆さんの立場に立った上で、全農自身が産業として、あるいは団体として、経営が成長の方向に、右肩上がりの方向に向いていく、全農も稼げるし、農家も所得が向上するというようなそうした改革になるよう望んでいるところでございます。こちらどうぞ。テレビ朝日白で申します。経済産業省で執務室が正常という形になりましたけれども、これについてどう思われるかということなんですけど、あと農水省としてはどうするというお考えがありましたら教えてください。よくつまびらかにその経過事情等について把握しておるわけではありませんが、いわば施錠して、閉鎖社会を作るようなイメージであるならば、これをもう少し検討を加える必要があるのかなというように思っております。ただ、知的財産、その他企業秘密、こういったものの保護というようにも聞いておりますので、そうした意味の中で、施錠以外に何らか方法があるならば、それとの見合いを考えていくのも一つではないかというように思っております。農林水産省として当面、今の現状を変更するつもりはありません。はい、日本農業新聞の昨日からR設置の交渉が始まりました。それに対する見通しとですね、あと農林水産省関係でどのように携わっていくか教えてください。昨日から、3月3日にかけまして、神戸で RCEP 交渉の第17回会合が開催されております。本日会合では、交渉全体、物品貿易、サービス貿易、投資、知的財産、原産地規則等の幅広い分野の議論が行われるというように承知しております。農林水産省としましては、引き続き農林水産物のセンシティビティに十分配慮しながら、しっかりと交渉に取り組んでまいりたいというように考えるところでございます。すみません、NHK の大川です。諫早の訴訟に関してなんですけれども、先週ですね、裁判所が開門についても並行して議論できないかというようなことを提示されているんですが、それの国への受け止めを伺いますでしょうか。まず24日の和解協議で、長崎地裁の新たな和解勧告に対する受諾の可否、これについて訴訟当事者から回答がなされました。それらを踏まえまして、裁判所から次回和解協議3月27日、この期日までに今後の進行について、基金による和解が相当とした上で、開門を求める方々の提案につきましても、並行して協議が行えるか回答するよう、訴訟当事者に求めたという報告を受けております。そこで、長崎地裁から新たな和解勧告が出されてもなお、開門派のご理解が得られないことは大変厳しい状況であるというように受け止めております。国といたしましては、新たな和解勧告に沿った和解が成立できますように、なお真摯に努力を重ねていきたいというように思っております。すみません、それはつまり開門派の提案に対しては乗れないという理解でした。開門をするという前提は取っておりません。